おっしゃ。めっちゃ糸絡んでるわ。食ったやん。ちょっと待って、何キロ。何キロが早いわ。いきなり来た。やば。小池フルキャスト。やば。マジかよ。ここの魚もこんな簡単に騙せるん。どういうこと？はい。小池フルキャスト、ばっくり。一撃でしたわ。いやーすごい、ルファーパワーありがとう。はい、今ね、完全にベイトを追いかけてたんですよ。無理かなと思って投げてみたら普通にバックリ。なんなん、予想は48やけどワンチャン50あるかもしれへんっていうぐらい長い。あ、50あるやん。はい、普通に50超えてるやん。はい、映ってるかな、メジャー。はい、俺曲がってないですよ。52ですね。はい、普通に50超えたわ。4パチやと思った。4センチもちゃうかった。ありがとう。最近あのでかいの釣りすぎて、多分ね、ほんまに最近上がってる動画で僕は多分40後半かなって言うてるやつはもしかすると大半50超えてる可能性ありますね。あれが4パチなんやったら、あれ4パチなん、信じられへんねんけど。そんなある、じゃあれ4パチなんちゃう、あれ52なん、そんなあった、信じられへんねんけど。ちょっとまあ、あの最初はねルアーパワーも知りたいし小池フルキャストだけで行こうと思います。スピニングはそこ置いとく。今日はライン16ポンドです。さっきね、ここにおったんですよ、でかいの。もうおらんやろな、今は。多分、こういうとこにいてるやつは回遊タイプなんで、とどまるってことはないと思うんですよね。結構、だから足の速いタイプやったから、サイズ測っといてよかったな。あれが50超えてるって、信じられへんわ。あんな普通に超えてんのに4パチと思ってそのまま逃がすとこやったから、そんなおらんな、やっぱりどっか行ってもうたな、完全にどっか行ってもうたっすね。やらかしたな。その2匹目取ったやつ余裕で50超えたんですよ。昨日よりでかいってことは多分55とかあったんちゃうかな、もしかしたら。さっき釣ったやつよりは普通にでかかったですね。でもどっか行ってもた、かでかいの。進行、進行先に置いとこ、浮かべて行ったな。クタ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 、うわ、もう一回食えよ。うわ、バックラッシュ直してる間に食ってもた、最悪や。ワンアクション加えたら絶対ちゃんと食わせれた、今のやってもた。もうあかんわ、一回だけか。プラルアパワーといえやっぱり2回は反応してくれへんな。次はボウアーム高浮力、これの反応も見とこ。ミス、危ない危ない。バスめっちゃ泳ぐやん。
来た来た来た。うわあ、それで見切るか。マジでめっちゃ惜しかった今の。ライン浮き上がったな今。ああいう時ラインが12ポンドとかやったらもうちょっと反応良かったかなってなるな。うわマジか、完全に見切った。ボーアも銃にも使えるな、でもこれ。あ、完全に見切られた。今回はね、まあ、ルアーパワーをテーマに釣っていきたいなと思ってるんで、ベイト一本で来てるんですよ。スピニングに頼らず、ルアーパワーに頼って、でかい賢い魚騙していこうかなと思って。ルアーパワーってマジでね、ほんまにすごいもんで、スピニングで頑張っても食わせられへん魚が、何バスあれ今の。食ったりするんですよ。濃いよな。絶対濃いやでな、あれ。濃いの横にバスおったりする？濃いしか見当たれへんけどな。そう、スピニングでね、頑張っても食わせられへんやつが、あっさり口使ったりするんで、バス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 行ける。バスおったけど、どっか行ってもだ。ベイト食っとったな。ちょっと鯉についてるんや。アフターのあるあるですね。鯉の後ろついといたら、それに待ってエビが逃げたりとかして、そのおこぼれもらうみたいな。あれはルアーパワーとか無理やな。エビ系じゃないと。とにかくここの今バスね、全部エビ狙ってる。岸際にいてるエビを、魚というより、まあアフターあるあるですけど、エビはやっぱ食いやすいんでね。ただ変色してしまってるんよな、エビに。それはちょっと難しいな。なんかルアーパワーで騙しきられへん部分があって、やっぱちっちゃいエビ食ってるんでね、サイズが。小池とか持ってきたらもうちょっと多分釣れるんちゃうかな。まあ後で持ってきて釣ってもいいですけどね。とりあえず今はベイト一本で。バスやん。うわあかんわ、逃げた。こんな浅いところにでっかいのおった。無理やな。ってことはこっちは数少ないんかな、やっぱり。エビ多分向こうの方が多いんですよね。こっちはどっちかというとベイトというか、魚。魚追いかけてるやつもいてると思うんですけどね。最初、小池フルキャストで釣った魚は、あれはね、ベイトフィッシュ追いかけて、エビじゃなくて魚やったんで、小魚追いかけたんですよ。そういうやつも中にはいてると思うんやけど、圧倒的にまだ数が少ないんかな。圧倒的にエビを追いかけてる魚の方が多そうですね。
よっしゃ、オッケー、でかいな。そっちはやばい、そっちはまず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 い、引きすぎやて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 。結構飲んでるし、歯が擦れてるからあんま無理できへん。一瞬で吸ったな。やばい、引きすぎやて。やば、なんでこんな引くねんこいつ。ほんまに引く。ドラグ緩めてるとかちゃうっすよ。めちゃくちゃ引きが強い。なんで？そんなでかないで。まあ、でかいけど、ばっくりや、やっぱり。まあ、ラインがね、歯に擦れてる音が鳴ってたんで、そこまで無理できへん。6ボンドでね、結構、ラインは太いけど、言うてもやっぱり、そんな無理したら切れるんで、やばかったな。やっぱでもスピニングスコーター一撃やったな。スピニング持ってきたら魚消えたんですよ。全く魚おらへんくて、1匹目ですね、見えたのは。で、1匹目でまあまあ釣れましたね。なんなん、小池シリーズでしかよう釣らん人やん。エビ食いって感じの色してますよね、バスが。ちょっと黄色い。一応サイズ測っとく。多分これはさすがに4パチやと思う。4パチもないんちゃうかな。47かな。まあ、手ばかりとかやってないから、ほんまにもうパッと見ただけで言うてますけど。これメジャー折れてないですよ。折れてないメジャーにそのまま乗っけて、49ですね。はい。まあまあ。マジでサイズ感分からへん。こんなに狂うことなかったんやけどな。去年も、なんか秋、ここ来た時に、45ぐらいかな、言うて測ったら、51とかやったんで、6センチも違う。そんなアホな、みたいな。これマジで、ネタで言うてんじゃないんですよ。ガチで、サイズ、40、今のは47かなと思いましたね。2センチ、結構違いますよね。2センチミスるって。やばいわ。ちょっとまだ測る癖つけなあかんわ。やっぱ長い間測ってなかったらよう分からへんなってくる。今 YouTube やってる上でね、やっぱその、ない、言うたら、まあ47ぐらいの魚を、あ、50あるっすねって言うたら、いや、それないやろって言われるんで、だから、まあ、ある程度ちょっとこう、ちっちゃく見積もってるっていう面はあるんですよ、最近ね。ちょっとまあ、目で見たより若干ちっちゃく言う癖をつけとったんですけど、その癖がつきすぎたんかな。ラインちょっと怖いけどな。リーダー結び直すのめんどくさいんよな。あの引き考えたら怖いですよね。他の魚もあれぐらい引く可能性があるから。リーダーだいぶ短いんやけど。まあいけるか。とりあえず歯で傷んだとこだけ切って結び替え。マジで引いたな。あんな引くと思えへんかって、ほんまに油断してた。今のバスに関してはね、こう歩いてたから逆光なんですよ、こっち向きね。で、逆光やけど、若干尻尾の影が見えて、で、ちょっとこう追いかけて、岸から離れて追いかけて、で、ちゃんとこう見える位置に来て、で、泳いできてるコースに対して攻撃を投げて、置いといた感じ。で、泳いできたから、ピッて動かしたら、もうピュッて寄ってきて、で、もう一回次のジャークでもうリアクションでパクッと。完全に今のはもうボトムジャークです。ここのバス、ちょっとね、長靴とかで歩いた時の波紋で結構逃げるタイプなんですけど、ちょっとでも歩いていこうかな。めちゃくちゃ浅いんでね、まあまあ歩いていけるんですよ。長靴で。だいぶ遠目からバスを見つけらんとあかんけどね。
どこが一番浅い？ここで行けるか。ちょっと深いとこ行ったら長靴行ってまうから。これがね、まあ、でっかいサンドバーみたいになってて、サンドバーというか、馬の背ってほどでも背にもなってないし、まあ、馬の背みたいなサンドバーみたいな感じで、重なってるんですよ。そこへバスが追い込んでるから、さっきから。で、ベイトでやってる時は全然ボイルとか一回もなくて、バスが岸際に寄ってたんですよ、全部。それが今ね、このサンドバーよりも沖側に多分バスが回遊してて、ベイトで来た時は、回遊はほとんどしてなかった。もうエビ見て、ずっと岸際で、ずっとじーっとしてる感じ。状況が完全に変わってしまったから。小池のサイトっていうか、微妙やな。あんだけベイト追いかけとったら。バス行ってるやん、目の前に。バスやん。見にくいけど。無理や、それは。近すぎるわ。近いというか、バスの方から寄ってきて、うわ、めっちゃおる。よっしゃ、食った。オッケー。やっぱり、一撃っていうか、まあ、ちゃんと見えりゃ釣れるな。ちゃんとバスの姿が見えるかどうかで。また抜きされる。オッケー。はい。細いけど。細いけどこれ50あるんちゃう？さっきの感じから言うたら。多分長さ長いですね。はい、ばっくり、小池。ちょっとね、ここ測りづらいんで、もう測らないですけど、多分ね、さっきの感じるとこれは50ありますね。細いけどね。はい。アフターやけど。まあ、エビ多分大好きでしょうね、こういうやつは。ありがとう。はい。結構でかいっす。まあ、見えるところに来る方が悪いですよね。ただ、そんな見えへん。そんな数がおるわけではないな。少数で、結構激しいボイルをしてただけで、多分今の群れですね。今4匹おったんですよ。4匹中の1匹が最初手前に泳いできて、で、もうこう光の加減がね、多分 GoPro でもここ多分光ってると思うんですよ。まあもう、グラサンかけても同じ光り方で、全くこう見えないんですよね、この方向は。で、まあその方向で、ちょっとなんかこう、若干何かが動いてるのが見えて、しゃがんだら見えるんですよ。立ってたら見えへんけど、ちょっとこうしゃがんだら光の加減で見えるようになって、で、うわ、バスやなってなって。でも、しゃがんだ時に多分動いたんですよね、自分が。どうしても多分、しゃがむだけでもちょっと動くじゃないですか。それで、まあもう気づかれて逃げてったんで。そいつは、まあ逃げてしまったんで食わせれなかったですけど、でそいつのおかげで、そのちょっと沖見たら、バス3匹泳いでるの見えて、多分同じ群れやと思うんですよ。でその3匹に関しては、人間に気づいてなかったから、ふら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 泳いどって。で、先回りで小池投げて、ピッてやったら、もうピッて食いました。はい。